どうもハビネスアグのハビネスです。ウォーフレームソロソーティー実況プレイ、ごつい顔でやっていきます。オッケー、じゃあ行きましょう。今回のタスク結構軽めかなって俺は何気に思ってます。とても興奮しているよウッキウッキさん。じゃあ今回はバンゴーになるからな。セクションかっこいいね。はい、じゃあ機動防衛エネルギー減少自由行動的アーマー増強出撃しますよ。さあってことでね、最後はまあ遠いね、感染体なのが分かってるので、敵がこうちょっと敵がグリニアだけどグリニアを助けてねっていうちょっとひねりをね入れてくるミッションなので、ここはね、はい。でなんか2番目にね、この65-80のレベルでこの自由行動は敵アーマー増強、まあエイドロンの草原ですよね、それが来んの最近久しぶりだなと。うん、ていうかほとんど最初の方に来てたからね。まあ最初にこの機動防衛アナログ幻想がね大好きすぎちゃってもう笑いがこみ上げてくるって感じだね。うん、もうむしろこっちも好きになりそうみたいな。まあそれは永遠にないんだけどね。ジギルオーバーさん、はい、やっていきたいと思います。こう水の中から始まる意図はいかに、まあいいんだけどね、潜入してきましたみたいな感じでね。ただもうちょっと短くてもいいんじゃないって思うんだ俺。うん、何もこんな遠くから始めずとも始まるのはこの辺からでもこの辺りからでもいいかなぐらいなんだよね。ふう、これは楽しみだ、すぐ終わるわ。はい、そりゃそうだろ、ここで見つかってたらやばいだろ。ロータス姉さん何言ってんだ。いやいや、ちょ待って待って、はい、エネルギー減少でね、4番アビリティが使えない状態らしいですが、まあ大丈夫だと思います。4番アビリティを使っていく予定はないのでね、せめてこの2番を使ってじゃない、3番を使っていくつもりバンマンなので、バンバンジーなんでね、これでいきたいと思いますが、だいぶエネルギーが減ってますね。おーおー、ちょっと待って、機動防衛のあそこに到達する前にだいぶ減りましたね。まあでも大丈夫か、ぶっちゃけそのザクチが思った以上に効いてた今。ザクチが思った以上に効いたということはだよ、回避行動を取りながらバシバシ打ってれば勝てるということだ。勝てるということだ。ほいチェンナーウィーオッケー、ほらエネルギーも出してくれたし、さあ行きましょう。行きませんよ、行きませんよ、行きませんよ。あらららら、バーバン、はい、ここ来いや、ここ来いや、武者震いじゃ、武者震い、ここ来いや。こうやって調子に乗ってっとすぐ死ぬんだな俺な、いつも。あ、そう、レベナントじゃなくてファンタズマで来てます今日は。受け取れー、オッケー、お前の愛受け取るぜ。受け取れー。殲滅すればねエネルギーが出てくれるんで、それは本当にありがたい。もう本当ね、戦わなくてもいいスタイルで来てるんでね。いや戦うんだけど、戦うけど戦わないみたいな、そういう感じですね。どんなに硬い相手が来ても大丈夫と言いつつ死にそうなのを警戒している俺だよ。エクシマス、一瞬弾を拾えないのがやばいね。しかも効果時間もそんな激しく高いかと言われるとそうでもないというね。ういうい、もうちょっともうちょっともうちょっとで、もうちょっとボーマンボーマンボーマン、ザクシに行こう。スポテンボンバード、いきなりですか。でもボンバードにもほらこんだけ効くの、さすがっす、ボバン。あ、ボバン先生よ。そう、ファンタズマはね、ちょっといろいろ狙っていかなきゃいけないので、それが大変なんだな。しっかり狙わないといけなかったりするんでね。何気に相手の的になりやすいんだよね。よし、オッケー。あ、向こうなんだ。オッケー。おい、どうせエネルギーは溜まるんだ。なんたって俺がお前らを殺すからだ。はい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 、オッケー、エネルギー出そうか、せめてエネルギーを出してほしい。あー、ちょっと遠いんだね。はいはいはい、行くよ行くよ、よし、オッケー、着いた。敵で攻撃されたら俺は3番を放つ気分だ。え、今だ、チキった、チキった。敵はいない、いた。敵を倒さないとエネルギーが出ない。エネルギーを出してくれ、あ、俺のために出してくれ、あ、出ないと俺は、出ないと俺は
3番が放てない、3番放てない、おいえおいえ、やばい、放てなくなっちゃいました。というわけで、まあちょっとね、3番が溜まるまで、発動するまで自力で守んなきゃいけないというね。やめろー、いや、やめろー。でもザクシが非常に強いんでね、あとはボーバンがやられなきゃ大丈夫かなと。うん、しかもここ守りやすいんだ、めちゃくちゃ。ただ止まってていいというわけではないけど。うわー、待ってくれ待ってくれ、俺がグリニアになりそうだ。いや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 、受け取れー。おい、テーノスコーム、オッケー、うぃーううぃーうぃー完全に生きってますね、俺。今日の俺は生きっていくよ、生きっていくスタイルで生きてます。よし、行きましょう。次、最後、だいぶ余裕だけど、最後の最後でね、重いエクシマスだとか、その辺の連中が出てくると、ピャーってことになるんでね。それは気をつけていけたい。ところ、気をつけていけたい。はいはいはい。あ、最後ここか。ここならまだワンチャンかな。うん。チャンスはある。まだチャンスはあるけど、せめてエネルギーを出してもらいたかった。ちょっと、お前、先、お前先。せめてエネルギーを出してほしかった。はい、めっちゃ強いエネルギー出した。オッケー、カモンベイベー。タイミングを狙っていきましょう。タイミングが命ですね。タイミングが命だ。あ、もう巻くか。オッケー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 。巻いておきましょう。巻いておいて敵を倒せばいいんだ。そう、敵を倒してエネルギー回復を狙うのだ。ボーバン、14秒の間にそれを遂行せよ。オッケー、オーライ。うう、これは楽しみだ。やめて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 。14秒も持たない俺、無理無理。うわー、やめろ。そう、まあそう簡単には出ないよね、エネルギーね。出ませんでした。大変なことになりました。出してください、せめて。いや、機動防衛さえ攻撃されなければ大丈夫。てか敵少な、なんかマジで敵少ない気がするんだけど、これは完全に気のせいではないよね。大丈夫だよね、めちゃくちゃ大丈夫なのかな、あの人たち。破壊する気はあるのかな。あ、出払ってるところを俺が狙ったみたいな感じかな。天のがティーノスコームが狙った感じかな。勝ったぜ、オッケー。まあこの3番が解けると同時ぐらいで、ほぼほぼ4秒を残してこの機動防衛のね、ハッキングが終わると、そういう感じ。しかも出てしまいましたエネルギー、これは勝ち確です。ふう、相手遠くから撃たないでよ。いや、落ち着いてますね、安定してる、さすがのボーバー。あれ、ちょっとエイムして、あぶねー、エイムをしてくれなかったボーバン先生でした。よし、帰りましょう。いてー、エクシマスふざけんな、ビビったー。まあこうね、さあ帰れるよってなった時がね、一番油断しちゃいけないところだからね。ウォーフレームはわーですね。オッケーオッケーオッケー。危ないところは3番巻いて帰りたいと、そういう感じです。誰も追ってこれない伏線を俺はここにマーク。よっしゃー、はい、難なくクリア、さすがのボーバンでした。じゃあ次行きましょう。次ね、エイドロンの草原で敵アーマー増強なんでね、まあ腐食攻撃メインで行きたいと思いますけれども、いやー、ガルーダプライム出ましたね。行きましょう、エイドロンの草原です。敵アーマー増強ってことでね、ガルーダ姉さんを捕まえてトカゲ野郎って、ちょっと似てるけどね。はい、あ、夜マジで、ちょ、ボンバリストに気をつけろ、ボンバリストがいるんじゃない、やだちゃんとテラリストもちゃんと出てくんだね。いや、近っ、頭おかしいんじゃないの俺、じゃない、テラリスト。どこだろう。あ、でもよかったら最初に貯蔵庫を探してねえで、もうめっちゃ探すぜ。うわー、どこだ貯蔵庫。うわー、ここにあると思うんだけどな、1個は。このね、あ、言って、こけるって何、このね、ボーって音で聞こえないからやっぱやめた。普通に探します、あー、マッスルマッスル、あったあったあった、1個発見、1個発見。よっしゃー、うー、めちゃ経験値もらえんな、うるすいすい。もう1個発見、あ、うるすいすい。おー、俺がエイドロンの一部になりそう、そんな感じ。あとは中心でしょ、これ D のスタッフさんの思考を読み取る。俺はきっとそこに D さんのね、このスタッフさんが、いや、ユーザーはここにあるとナイスだよみたいなね、そういう感じを読み取って俺は探す。
水辺だ。水辺にあるにそういない。ない。いや、さすがにソーティーミッションやっててグリニアの貯蔵庫見つけられなくてゲームオーバーになりましただけはちょっと勘弁してほしいな。これそれはない。さすがにウォーフレームやってて恥ずかしいわ。そんなゲームオーバー一生忘れられないわ。そんなん動画に残したくないし、諸事情により今回のソーティーミッションは投稿しないことに決めましたっていう展開になるわ。ありがたいありがたい。最後の1個になると縮むからね。あ、この辺か。あったー、見つけた。 D さんのスタッフさんの思考を読み取る前にレーダーが教えてくれた。ありがとう。そしてありがとうさあ行きましょう。向こうか。いや、今度は、いきなりドローン。何ってことは最後は何になるんだ。こんなところにあったのか。ってことは最後は何になるんだ。やだよ。あれだったら、そのエリア防衛だったらやだよ俺は。よし、ドローンドローン、中心地中心地、オッケー。さあ行きましょう。うわ、おお、ちょっと待って、おお待って、よし。なんかパン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 打ってる、パラパラ打ってる。細かいの細かく行こうぜっつって。別に水の上通ってくださっても大丈夫ですよ。僕は移動できるんで大丈夫ですよ。いやー、ちょっとね、このガルーダで来たのはね、ただ使いたいというだけの理由じゃないんですよ。そう、対処法をね、いろいろ積んできてるんで、上にも対処できるという。え、どうやったら落ちれるのそこ。しかも磁気ダメージを受けるという。まあ受けたところでだけどね。大丈夫大丈夫、安心でーす、安心ですよー。あ、イエー。なんか誰もいないけど、今回のソーティーあれだね、あのミッション内容だけでなく、こうちょっと中身もこう軽めというか。え、いや、うん、ソーティーのあいつに会いたくないでしょ。ごめんなさい、すいませんね、ごめんなさいね、本当に戦うつもりはないんです。あ、そういうこと、そういうことかよ。お前らも狙ってくるってことか。よし、オッケー、なんとかオッケー。やばーい、やばいやばいやばい、どこどこ、ふぅ、オッケー。これができるというね、攻撃が。ふっ、よし、これで動きを止めることができるというダージンのね。ふっ、よーし、オッケー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 。ガルーダ最強です、こういうところが強い、さすがに。で、変な話、この攻撃をねして蓄積ダメージを与えて解放してやつを破壊するということも現実的には可能というね。うわー、びっくりした、ちょまった。よし、オッケー、いいよ。よし、ドローン逃げた、大丈夫かな、逃げられたかな。はい、まあでもこいつらにね、あの2番貼ってたらあのダージンは動いちゃうんだけどね。よし、オッケー。うわー、なんで炎とか中入ったんだ。次、駐屯地を解放、了解です、わかりました。敵を全て倒す。うわ、やっぱりか。いやー、俺のなんでこういう予想ばっかり当たるかな。やっぱりそうでしたね、エリア防衛でしたね、エリア防衛で、まあなんとか生き残ってねというスタイルでしたね今回最後が。まあそうなるよね、うん、あれだけ簡単なもの着てたらそりゃなるわって思った。最後の最後はね、勝たん、これどうしよう。よし、オッケー、受け取れー。アルカで来ればよかったな。うわー、マジか、もうもうですか。マジか、ちょっと待ってね、ちょっと待って、硬い硬い硬い、お前ら硬いよ。いや、これルビコとかで来ればよかった、ルビコとかで来ればよかった。痛いっす、やばいっす、これはまずいっす。うおー、潰せ潰せ。いや、ノックスがいる、いきなり。お前は動きを止めとけ。これはね、ちょっと俺アルカで来るべきだったわ、アルカプラスボールで来るべきだった、ファンタズマとか使ってる場合じゃなかったわ普通に。やばいやばい、これはね時間的にまずい。敵敵敵敵は、敵がいない、1分も持たないこれ。俺アルカで一気に潰せるスタイルで来るべきだった、敵が倒せてないもん。いや、これはゲームオーバーになったわ、間違えて2番放っちゃったし、いかーんそりゃそうだよね。いや、最後にこれが回ってくるとは思ってなかったわ。うん、だからね、アルカプラズモールでやるべきでしたね、確実に殲滅力に欠けるフレームだわ。
いや、フレームだけじゃない。俺、ニュクスとかも考えたんだけど、ニュクスで来ててもやばかった。そこら中になんか散らばっちゃうから敵が。これずるいな。確かにエイドロンの草原は、何が来るかわからないものへの対処法をきちんと備えてくださいっていうスタイルになるわ。なるほどな。今までのソーティーやっててこういう感じなかったから、ちょっと不意をつかれた感じがするね。ちょっと今回のあれですね。D さんのやり方は腹黒かったですね。こう、貯蔵庫で、ドローン。お、簡単でしょ？お、クリアするね、君。はい、ドーンみたいな。上げてから落としていきますみたいなね。ちょっと腹黒さを感じましたね。あ、そうっすか、みたいな。あれだってほとんど限定的じゃね？何でも OK なミッションじゃねえもん。どんなフレーム、どんな武器でもいけますよ、みたいなさ。そういうミッションじゃないし、あれ。本当はね、船落とせるといいんですけど、ちょっとレベルが高いしね、俺そこまで高火力のビルド組んでる武器がないので、あったあった。まあ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 、内容は同じみたいなんでね、さっさとクリアしていきましょう。ちょっと怒りを込めて言いましょうね。さっさとクリアしていきましょう。あー、テラリストはスタスタ俺のそばを受け合っておい。なんか、もごもご音は聞こえるが、あったあった。ってことは反対側だ。よしよし、反対側行きましょう。あ、今回は思考を読めましたね。今回はスタッフさんの思考を読めた。オッケー、行くで。次じゃ、ドローンすぐそこでしょ。遠くに置く意味はない。てか、ここにあってもいいし。あ、ありましたっつってロータス姉さんが言ってくれてもいい。よし、多いよ 200m とか。なんで対岸なんだよ。あ、やっぱこれ、え、ミッション内容が違うが、いいのかな。なんでそこで磁気ダメージ食らった今俺ビビった。そこ水か、何気に水か。まあいいや、あの殲滅系がないんだったらいいや。うん、あのエリア防衛がないんだったらまだ全然マシだわ。めちゃめちゃ磁気ダメージ受けてるじゃないですか。いでででででで、オッケーオッケー。よしよし、どんどん倒していくよ。うわー、待って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 、よしよしよし、ちょっと落ち着こう、ちょっと落ち着こう、みんな。オッケーオッケーオッケー、落ち着きました。俺もまた落ち着いた。そして彼もまた落ち着いたのである。ちょっと硬すぎるよ敵。ちょっと切断ダメージ入れていきましょう。はーい、行くよー。よし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 、いやさすがに効きますね。腐食入ってからのこういうのはいいかな、すごく。まあ4分あれば潰せる。ただ今ちょっとノックスっぽい音が聞こえた。それはまずい。ここやだな、地形が、地形がクソだな。ただの地形がクソなエリアだな。うわ、待って、死ぬ俺が。危ねえ、危なかった。ちょっと火力、ホッケーホッケー、あいつ強えな火力が。よし、いいぞ。オッケー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 、受け取れ。そう、ノックダウンやめようよって感じ。ノックダウンしかやってこない。もう高レベルはね、こっちをノックダウンさせとけば OK みたいなところがね、否めないんでね。受け取れー。よし、OK、受け取ってくれたらしい。ありがとう。一瞬死んだかと思ったね。まあ大丈夫大丈夫、もう一回死んでるしね。何回死ぬか同じですよ。一回ゲームオーバーになってるし、もうこの際失うものはないよ俺にはね。俺にはない。はい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 。いや今日はね、なんかそういう気分だね。すがすがしい気分だね。すがすがしくやられたね。あ、無理だこれっつって。敵どこ、いた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 。2番を張ってからじゃないとガルーダネーはね、身が持たないんだよね。よし、はいはい、いきますよ。はい、エクシバス、はいはいはい。クライナさん、このね、タロンズが意外に強いという。あ、いきますよ。よしよし、潰せますね。大丈夫ですね、敵を殲滅できて、できます。これは大丈夫です。やったー、喜びすぎだろお前。喜ぶのをクリアした俺だよ。このミッションをクリアした俺が喜ぶんだよ。その喜びいただきます。痛い、ボンバードみたいなのがいる。はいはい、蓄積ダメージでいただきます。よし、 OK、 終わり。オッケー、あと2体余裕ですね。で最後エリア防衛なんだろどうせ。いや最後がむしろ貯蔵庫探しでいいよ。最後がむしろあの貯蔵庫探すミッションでいいわ。オッケー、クリアー。オッケー、
彼らを粉々にできました。ロータス姉さん言うね。よし、次は補給品。悔しい。3機のミッション来ないんですか？ご飯ですか？マジかよ。お前クリアできないんだったらこっちにするわみたいなさ、そういう感じやめてほしいんだけど。あ、クリアできないのね、あなた1回では。じゃあこっちのミッションに変えときますみたいな、そういう感じがするんだけど、ムカつくわ。チクチク奉仕だわ。やめてよね、やめてよね、あなたは私を触れないで。イエーイ。オッケー、箱箱箱箱。オッケー、よっしゃー、オッケー。お前倒れたんじゃなかった？お前じゃないか。いやー、やめて。よしよし、来た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 。次次、お前らはガルーダという名のパンドラの箱を開けてしまったのよ。やめろ、俺を回復させてくれ。ありがとう、イエス、ありがとう、イエス。お前らだぞ、片手で勝てるわ。嘘、やめて、来ないで。いや、ビーコン持ってるやつ誰？ビーコン持ってるやつ誰？痛い、やばい、死ぬ俺。よし、ビーコン来た。よし、回復もさせてください。お願いします。お疲れ。ノックダウンしかやることね。本当にノックダウンしかしてこないな。それと強さは違うからな、本当にマジで。イエー、オッケー、おっしゃー、オッケーオッケー、クリアしました。まあ乗り越えたんでね、次行きましょう。まあゲームオーバーもね、つきものってことで。オッケー、次行きましょう。なんかがっつりロータス姉さんが喋ってる途中で切られちゃうのが本当に面白い。なんか思ったらタイル・リーゴルさんの時に脱出ミッションが来るね。なんかそういう裏設定あるんだろうかね、やっぱね。来ました、トリニティプライム、行きましょう。まあ、トリニティでね、回復しながら行くといつもの調子です。いつもの調子で行きます。ガナ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 、はい。で、さらにね、ファンタズマ持ってきているんで、もうね、相手の装甲を崩しつつ行きたいと思いますよ。お前らにエネルギーを吸い取られようと。大丈夫なのさ、トリニティならな。オッケー、居すぎだろ、さすがに居すぎだろ、無駄に居すぎでしょ。てかエクシマスしかいないじゃん、やめてください、本当に。はい、オッケーです。はい、ありがとうございました。まだ生きてるんかい。いててててて、ちょっとちょっと俺がやばいでしょ。オッケー、もうね、エネルギー尽きることないから、間違いない限りは行きましょう。もうすぐに、いや、ダメだ、ここはダメだ、ここはいかん、ここはいかん、奴らを倒さなければ。おい、転んどけよお前、みたいな感じだったね、トリニティ。ここ転んどけよおめえ。一応オペレーターにしとこう。え、しかも生身、生身だった、バカか。オッケー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 、よし、やめて、チクチク打たないでください、チクチク打たないでください。あ、エネルギーいっぱいあんのね。おい、意味ないけど。オッケーオッケー、うわあ、めちゃめちゃ打ってきますな、やめてくださいよ。よし、オッケーオッケー、ファンタズマ強いですね、さすがにファンタズマが強い。おい、来た、いけ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 、近いなっていうか、すごく距離が近い。脱出ミッションはね、トリニティいるともう余裕なんでね、余裕ミッションです、もはや。いや、縛るのは無理。危ねえ、俺が死ぬわ、チャージャーにぶったたかれて俺が死ぬわ。任せろー、任せろーって。危ねえ、自傷ダメージ受けるとこだったわ。オッケー、一撃強いね、チャージショットね。やめて、ちょっと2番がなくなる。よし、オッケーオッケー、うわー、やべ、火力高いね、やっぱね。さすが100レベ。さすが100レベ台です。おー、やばい、持っていかれる、持っていかれる。回復前提できてるから QT なんかついてないぞ、俺。危ない。よし、オッケー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 。次行きましょう。早いね。つうか、エクシマスしかいない。見かける敵が全員エクシマスだわ。貴様の裏切りの匂いがする。リキが俺の魂に火をつける。探し出してみせるぞ。 You
貴様らカモールは欠陥品だ。平和主義者、不足にも喉がある。いいね、サーガス・ラックさん、いいですね。いいキャラしてるわ、オベー。オベー、いいキャラしてるわ。いい腰してるわ。天皇、なぜ我らを助ける？俺が天皇だが、天皇で、お前らがカボールだからだ。よし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 。よし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 。それ以上の理由は必要ない。おい。あしゃ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 。おしゃしゃ、いきなり一応オペレーターでも回復しておこう。やめろ、そういうことをするでね。チェック、エキシマスしかマジでいない。ほら、もう出会う敵、出会う敵、みんなエキシマスだわ。すごいですね。これもこれですごいですね。よし、オッケー。やめて、やめて。ケイポシー、あい、ちょっと似すぎじゃない俺。いや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 、俺殴られたら死ぬんですよ、これ。これ、ちょっと、これ、ちょっとトリニティ以外でクリアのフラグ立ちます？いや、だいぶ、いろいろビルド構成考えないとまずいね。オスプレイぐらいだったらすぐ倒せんだけどな。ね、ね、ちょっと皆さん、行きましょう。うん。Show me the way! テノ、Show me the way! 任せとけ。俺は天皇である限り、お前らに Show me the way! はいー。よし、オッケーオッケー。回復、回復です。おお、ザクシの方がいいかも。やっぱザクシ神武器なんでね、本当にザクシの方が効いている気がする。敵に任せろ、ショーミードウェイ。なんか一人遅れてる気がするが、オッケー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 、大丈夫大丈夫。いけ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 、余分に回復、あと4分体。 Thank you, Tenno、 ありがとうございます。いいんだよいいんだよ、君たちが無事に脱出してくれればね。それが本望だから、天皇としての本望だから。はい、次 C ポイント行きましょう。これちょっと気抜いたらやられるやつだね、俺がね。それだけは気をつけましょう。ただテンポ早いね。うん、脱出ルート、あのコンソールとコンソール、まああのなんでアークトラップはこっちを狙ってくんだろうな。天皇だからか。なんかこの生命維持装置と生命維持装置の距離がそんなにはない。うん、まるで本当に蝶のように前蜂のように刺すっていう感じでね、あのそれだけ迅速に動ける感じですね。迅速な、はい、どこにも行きたくない。許さん、そんなのは、そんな、それは許さん。なんでな、なぜなら俺が脱出できないからだ、そうされると。はい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 、行くよ。どこにも行きたくないなら、うん、まあしょうがない、もうもうケツ引っ叩いてでも引きずっていきますよ。よっしゃー、スパルタ万歳、スパルタ万歳、天のスパルタ万歳。よし、オッケー。おいおいおい、おい、やばーい、俺が死ぬ。よし、いけ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 、今だ、進め進め進めんだ。道は常に目の前に広がっているよ。光の先へ進みなさい、光とともに。オッケー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 。さあ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 、あとは後続の部隊は俺に任せ、俺に任せい、後続部隊は。オッケーオッケー。やばーい、これはこれはやばいね。変なエクシマスがいっぱいいるわ。うわー、やばい、怖い怖い怖い、やばーい。よし、オッケーオッケーオッケー、行くよ。もうすでに回復回しとけば問題ないから、うん、問題ないから、僕に任しとけば問題ないから。オッケー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 、よし、いいですね。これでエネルギー減少でも対抗できるはず、トリニティであれば。いや、トリニティプラス脱出は本当強いですね、万能です。あとはトキシックとかね、ああいう腐食に一気に持ってかれなければ大丈夫なやつ。うい、やめろよやめろよ、そこ触れるなよ俺に。オッケーオッケー、オベロンシステム、いやー、いいですね。オベロン意識が揃う勢い、っていうかマジで今回のエクシマス要塞はエクシマスしかいない要塞だね、本当にやばいね。よし、なんでザクチはこんな効くんだろう、すごいな。よし、もうちょっとで帰れるよみんな、俺が行くぜ、どんどん行くで、どんどん行くで。あいたー、やばい、これは死んだかも、危ねー。ほんとね、 QT ついてないはずだから、ちょっとね、一気に持ってかれるとやばいんだ。どこ次、 B ポイント、了解です、任せてください。あー、やばい、よし、呼べ仲間を、呼べ
いやー、ランパートは使わん。邪魔だなーと思ってたんだよ、これ。邪魔だなーと思ってたんだけど、まさかのね、使用するっていうね。あれ、オスプレイがいたはず。あれ、おい。よし、いいよ。どんどん使っていきましょう。いやー、お前、そのつもりはなかった、全然。よし、天皇がグリニアを助ける。いい話でしょ。感動しちゃってよ、感動しちゃって。オスプレイはこれに弱いですね、ファンタズマに。いいですね、これで落とせるのはナイス。オッケー、はい、進め、いけ。やばーい、エクシマスがたくさんだわ。動きは俺が止める、任せとけ。動きは俺が止める。お前も進め、早く。仲間はもう先行ったよ。君は戦いたがりなのね。なんてこった、そんなやつはいらん。早く進め、いいから進め。こう武器の切り替えがめんどくさいな。オスプレイはファンタズマで、他の連中はザクシーってやってるとすごく非常にめんどくさいな。やっぱりやばい、死ぬ。危なかった、 QT 入ってた。しかも安心安心、入っててよかったわ、入っててよかった。 QT よし、危なかったね、死ぬとこだったね。やっぱね、オスプレイのね、パキューンパキューンがね、非常に強いんでね、あれが。いや、ディスラプターか。めんどくさいな。よし。効果を受けてないうちに、さっさと回収しちゃいましょう。オッケー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 。危なかったね。死ぬとこだった。ほんと、気抜いたら死ぬパターンだね、今回ね。はいはい、大丈夫大丈夫。すぐそこだから。脱出地点はすぐそこなり。すぐそこなり。はい、はい、はい、オッケー。天のスコーム。あいつのパキュンパキュンが強すぎて、強すぎちゃってどうしよう。強すぎて、はい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 。よし、 C ポイント。あとラストですね、これが。これを逃がせば俺の勝ち。ウィー。今回のソーティーミッションもクリアとなります。危なかった今。天のレスラー、ジャーミー、安全など。約束できん。します、する、約束するわ、お前と約束する。はい、よし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 。ピストルの弾だいぶ拾えますね、ありがたい。よしよし、チーズケーキを食べてみて、あ、俺の作ったチーズケーキ食べてみて、うふ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 う、あっ来いよ、ガッボーン。そこに死しかない、しかし死は平穏だ、行こう、ゴー。いいから五択を並べてないでさっさと行くよ。そういうねことを言うのは俺だけで十分なんだ。口を動かさず足を動かしなさい。足をね、ほんとマジでエクシマスしかいないな、やべえステージだな。いい感じだ、ありがとう。俺の毒舌がいい感じだっつってたらしい。やめてーね、やめてよねー。OK、そこそこ、ラン。OKOK、大丈夫よ。一気にザクシで相手の動きを止めていくから、任せて。トリニティに任せて。やっぱりね、ファンタズマで狙ってると死にかける、俺。やばいやばいやばい、エネルギーがそろそろない。よいしょ、エネルギーがそろそろないときは、エネルギーヴァンパイア、危ねえ。殴られたわ。何気に硬直時間あるからな、これ。ちょ、いけ、大丈夫、問題ない。いで、回復して殴られてまた減ってたら本末転倒や。やばいやばい、あー、やめて。 OK、 どんどん回復、どんどん回復。ほい、 OK、 エクシマスしかいない。だが俺は元もこうもない。え、違う違う、物ともしない、元もこうもないじゃない。 OKOKOK、 脱出はすぐそこです。やられろー。 OKオッケー、オッケーだ、その調子だ。エンシェントヒーラーだったらヤバいやつ。任せてハボル、任せて俺に。何やってんの、一人一名様ご案内。お前いい加減にしろよ。オッケー、前回のトラウマがあるからな、マジで脱出できない防衛対象というお題でね。やめてくれ。よし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 、みんな脱出した？大丈夫よ。 Like you 天の、おめえ好きだっつってね。あざーす。よし、脱出しましょう。俺も船に乗って脱出します。いやー、トリニティ様々でしたね、さすがです。みんな脱出させといて自分が脱出できないなんてね、そんなことにはならないんで大丈夫。
行きますよ。おや、行きますよ。よっしゃー、なんとかクリアしました。クバすげえ。これは1週間クバあるのではやばいっすね。いいですね。はい、というわけでクリアになりました。またね、次回のソーティーミッションもクリアしていきたいと思います。今回ね、ちょっとね、自由行動のところがね、まあ、自由気ままにミッションは出てくるがみたいな難しさが含まれてましたね。まあ、なかなか大変だったということで。はい、それではね、また次回のソーティーミッションもお楽しみよう。ハピネスダークのハピネスでした。さよなら、バイバイ。